ですか。131回目です。第131回新健康勉強会、イエーイ。とモニターがないからどんな顔してるのかわからないんですけど、二日酔いでございます。白い顔してます。塗ってきました。ものすごいね、朝顔がパンパンで、冷たい氷でこうわーって顔を洗って、ちょっとクールダウンをしてきました。なんすか、塗ってきたよ。そう、塗らなくてきました。ヨーグルトの効果なかったんですか。ヨーグルトの効果はありましたよ。ありましたっていうか、何の効果ですか。今日はこれしか取ってない。そうそうそう、それは木曜日もね、水曜日の夜くらいから、ちょっと体がだるくて、あれ風邪かなと思ったんですけど、木曜日に会社をちょっと休んでしまって、もうねめまいがひどくて、こう地球がぐるぐる回ってるような、そんな感覚だったんですよ。一日最高じゃん、自分を中心に地球が回る。そうなんですよ、地球が回ってんだけどね。そうなんですよ、もう気持ち悪くて、でもそれ以上に今の方がぐるぐる回ってるんですけどね、二日酔いで。そうで、まあさっきもちょっと青木さんと話をしたんですけど、まあいつも言ってるように私はまあ太ってるわけですよ。でやっぱ太ってると、なんて言うんだろう、こうやっぱ何をするにもこう余分な体力を使うっていうか、疲れるんですよね、何をしても。だからご飯を食べても疲れるし、ちょっと歩いただけでも疲れちゃうし、電車も立ってたくない、座りたいって思うし、なんか仕事しててもだるいっていう感じ、ずっと。で疲れちゃう。でこの間ちょっとね、実家へ車で帰って遠いので往復1000キロくらい車を運転したんですけど、その疲れもあったみたいで、どうもダウンしちゃったのかなっていうところもそうありますね。でなんか別にこう無意識的にだったんですけど、その寝込んだ時は本当に何も食べたくなくて、それでヨーグルトだけでそうこう済ませた感じだったんですけど、やっぱ食べないからお腹空くかなって最初は思ったんだけど、まあ食べたくないからね、そこはこうなんか相反するところではあるんですけど、食べないでこう1日ヨーグルトだけで過ごしたらものすごくすっきりしたんですよね。やっぱり次の日も、次の日っていうかもうその日の夕方ぐらいにはもうすっきりして、なんて言うんだろう、治っちゃったっていうか。でまあ次の日に調子こいてお酒を飲みに行ったら、今日は散々な結果と、そういうわけでございます。向かい酒が効かなかったね。向かい酒、向かい酒一日空けちゃったからダメ。そうですね、反省。次の日に飲める。本当ですよね、今日飲めば。今日もだからなんかね、しばらくはなんかお酒はいいなっていう、そんな気分です。二日酔いの時飲むと気持ちいいよ。え、二日酔いの時に飲むと気持ちいい。なんですよね、夕方ぐらいになると、あ飲んじゃおうかなって多分思うんですけど、今日は飲みません、多分。で、そう、私なので年に1回か2回ぐらいそうやって疲れと同時にこうめまいを起こすんですよ。で耳鼻科に行ってちょっとクラッとしたら飲むといいよっていうのをもらってるんですけど、それが今回全く効かなくて、でまあそうなっちゃったんですけど、なんて言うんだろう、こうあれって自律神経なんですかね、高野さん。ん？めまいって。めまい？めまいはそうだね、自律神経とか三半規管とかね、いろいろあるけど、音でめまいが来る人いますよ。携帯電話のね、携帯電話とかスピーカーとか音響のスピーカーから来る振動でめまいがする人もあります。それはね、本当にスピーカー、テレビも見れないし、ラジオも聞けないし、携帯電話ダメだし。
あ、それじゃないな、じゃあ。センサーだからね。うん、私は割とこう車酔いの延長みたいな感じで、あの車とか電車とかがダメなんですよね。うん、そう、前は本当に電車一駅でも気持ち悪くなっちゃうような感じ。それは今はないんですけど、そう、あので、車人混みが嫌だってこと？ああかもしれないです。人混みと、あとなんかこう電車とか車とかのこうスピードに多分自分がついていけてないみたいな、うん、なんか表現がおかしいかもしれないけど、そんな感じなんですよ。うん、だからこうでんぐり返しするといいよとかって昔はよく言われて、ピンポン体操やればいいんじゃん。ピンポンパン体操。ピンポンパン体操って何ですか？知らない。え、何ですか？知らないです。ピンポンパンポンって。知らないです。あれ、世代が違うんだね。はい、違います。はい、違います。頑張らなくっちゃ。知りません。知らない。よかった。知らないです。ピンポンパンは、ピンポンパンはゆけお姉さんです、私。ゆけお姉さんです。ムキムキマン全く知らないです。ああよかった。パンタイスすっげーヒットしたよね。知らないです。皆さん知ってますか？私は知りません。え、ピンポンパンってだってあれだよ、酒井ゆきえさんだったもん、私の時代は。違います。お姉さんの名前は分かんない。お姉さん誰だかな。お母さんと一緒の曲があんなヒットしてるってめったにないですよね。ない。え、お母さんと一緒の歌なんですか？ピンポンパン体操なのに。みんな集まれってピンポン体操や、ピンポンパン体操やってたんだけど、ピンポンパンっていうテレビあったじゃないですか。あれではない。全国みんなそれを踊れるようになっちゃったんです。知らない。親父から何子供からないからね。知らない。走りだよね、あの、そういう踊りの、うん、ラッキーいけたじゃないけど、今って逆にそういうのないですよね。どの世代の人も知ってるっていうものって今ないと思いませんか、うん、そういうの ね。だから流行ってもこう、え、ピコちゃん、ピコ太郎、ピコ太郎、ああ、ピコ太郎、ああ、そっか、あれはなん、でもよくわかんないんですよね。あれ海外からヒットしたからね、うん、おかしな英語を使ってる人っていうあれで、うん、マキちゃんもそこでヒットさせてよ。え、何をですか？メガネ女子で。そう、今日二日酔いだからメガネなんですよ。このメガネ の色を変えていきましょうよ。ああ、分かる。ちょっと全身で出てこないと。何全身ですって。それ色気を出してさ。何を言ってるの。ここから ここにいるとなんか足も見えるもんでさ、ちょっとそういう発想。ああ、ちょっと今日ね、うん、足がね、長いスカートを履いてきたんですけどね、足が出るやつだったんですよね。うん、そう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 。で、なんだっけ、あ、分かんなくなっちゃった。分かんなくなっちゃったら、なんかグダグダだから、もうやめますよ、もう終わりにします。今日色っぽいよ。マジですか？二、うん、日酔いだから。その毛だるさがいいんじゃない。うん、毛だるさがいいんじゃない。さあ、ありがとうございます。朝入ってきて、どこのお姉さん来たのかと思ったっけ。そう、私今日ここに来た時に誰だか分からなかったみたいで、青木さん毛だるそうに入ってきた。おはようございます。誰が来たんだろうと思って、そう、キョットとした顔でね、しばらくでちょっと曲がって、あ、マキちゃんみたいな。マキちゃんいろいろ変わるもんで、変幻自在に変わりますか。うん、お母さんになってみたり。お母さん、色っぽい女の人になって。お母さんってなんすか。え、お母さん、髪型によって変わるよね。後ろをまとめるとなんかお母さんっぽいし、下ろすとなんかお姉さんっぽいし。そう、あの仕事してる時は髪邪魔なので、縛りたいんですよ。で、休みの日はめんどくさいから絞る。それだけです。そうです。はい、な、終わの時間がないので終わりましょうか。私はね、すいません、いつも取り留めない話で。一人だけで。え、終わってくれていいの。ダメですよ。はい、次は宇宙語の先生が帽子をかぶってスタンバイしてますので交代します。はい、じゃあ終わりです。マキちゃん温めてるけど。え？氷溶けそうもないから。ああ。ありがとうございます。よし。バッチ忘れてきた。あ、私バッチ。バッチ貸してあげましょうか。私もバッチ持ってます。
ちゃいます。カバンついてるのあのついてない。下の方は溶けてる。いいかなごめん。あ取れちゃった。第2弾第2弾じゃないわ2番目、宇宙語研究者の高野です。今日はですね、朝方すごく雨が降って、朝の目覚めは雨の音で起こされました。まあでもすごい気持ち、最近本当に気持ちよくて、なんか今までなかったような気持ちよさがあるんですよ。その理由はちょっとわからなくて、本当にガラッと変わっちゃったんですよね。昨日まで気だるいなと思ってたんだけど、おとといまで気だるさがあったんだけど、昨日の朝からガラッと変わって、今それをなぜか、なぜなんだろうっていうことを調べてます。調べてるというかね、考えてるんですけど、まあなんだろうということで、体重が84になって4っていう数字になった時にあれなのかなっていう、そういうのもあるし、なんとも言えないです。ちょっと理由が分からずに、ちょっと今研究中です。研究中でニュースを見たらですね、結構ホット系のドリンクが出ましたみたいな感じでね、やってまして、まだね、焼き芋があるらしいんですよ。で探してるんですけど、なかなかなくて、焼き芋のホットジュースができたということで、ぜひとも飲んでみたいなっていうふうに思う。でまだこの秋口は焼き芋をやってないんで、焼き芋もやってみたいなと、落ち葉集めてね、ちょっとやってみれたら楽しいだろうなっていう感じがするんですけど、まあ落ち葉集めちゃうとね、いろいろ火の問題とかねあるんで、まあ難しいでしょうけどね。でいろいろ調べたら電子レンジで焼き芋を美味しくできるやり方があったんですね。電子レンジっていうのはいきなりボーンってこう熱が上がっちゃうから、なかなか焼き芋っていうのはできないんですよね。焼き芋ってじわじわこう外からトロトロ、ね、落ち葉の熱で遠赤でやるから美味しくなるんだけど、電子レンジでできるのかなって思ってたら、まあ近づけられるというかね、濡れキッチンペーパーでくるんで、新聞紙でくるんで、で電子レンジかけるらしいんですけど、まあそれで遠赤っていうかね、じわじわと熱が加わることによってこう甘みが出るんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですけど、一気にこう電子レンジでダーってこうね芯から溜まってっちゃうと、どうしても甘みが出てこないんですよね。だからそこの工夫なのかな、そのキッチンペーパーとね、その新聞紙の濡れたのでくるむっていうやつはね、でその辺の工夫をすると美味しくできるかなっていうふうに思っています。でさっきめまいの話が出たんですけど、めまいがね、まあ、いろいろ原因があるんだけど、その三半規管ってこの耳の横にあるんですけどね、耳の中にあるんですけど、それがこう人間ってこう斜めでもまっすぐの状態をこう調べられるんですね。そういうのがここにあるんですよ。であとスピードに乗ってる時にそのスピード感を感じるっていう器官もここにあるんですけど、そういうのでね、起こります。で重症の場合はね、めまいの中にセンサーがあるんだけど、豆腐の上にねパチンコ玉がこう並んでるような格好になってるんですよ。で豆腐ってブランブランブランするじゃないですか。でパチンコ玉が重りになってるんだけど、でフラ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 してこう自分のこうジャイロスコープっていうかね、その平行感覚を見てるんだけど、その玉がねコロッて一回取れちゃうんですね。いる人がいるんですよ。でそうすると耳の中の髪油管っていってこう、ラッパみたいなこうくるくるホルンかのような形してるんだけど、その中に水があって、その中をこうその石がねコロ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 耳石っていうんですけど、そのコロコロ回っちゃうと何もしなくてもこうめまいがしたり吐き気がしたりとかする人がいるんですよね。まあそういう場合重症なんですけど、まあそれでもこう治しようがあるということで専門医もいるんでね、そういうところを訪ねてみてもらってもいいかなっていうふうに思います。で普通の車酔いですけど、車酔いですよね。僕もね小さい時はね車酔ったんですよ。ですごくでバスに足を一歩踏み入れただけでもすごい気持ち悪くなっちゃって、
結構あの遠足の時はゲーゲーやってる方だったんですよね。で常にバス旅行は寝てるだけっていうことでめまい悪かったんですけど、子供の時にかかったお医者さんがですね、大人になれば治りますよっていう話を今でも覚えてるんですけど、一向に治らないですねまあ僕は今車でねこう山道走ったりすると酔いますんで、運転しながら酔っちゃうっていうタイプなんで、やっぱ治らないですね、そういうのはね。で、ツボだとですね、内観っていうツボがここにあるんですね。あの手首のね内側の、部分があるんですけど、そこにね、そこを刺激すると米粒とかそういうことで、シールを貼っておくとですね、多少は楽になります、めまいはね。でそんな感じですかね、めまい。あとはそうですね、体調が悪いとやっぱめまいするし、体力がなくなってくるとめまいするんで、そんな感じでしょうか。体調を良くするってことですよね。でまあ今僕はね、どういうことを治療してるかっていうと、その人の体軸を中心に見てるんですね。で軸がちゃんとしてると、どんな状態でもこう何て言うんですかね、少ない力で対応ができるんですね。で左右後ろから前からね、こう引っ張ったり押したりすると倒れちゃうんですよ。頑張ってねって言ってもカタッとこう倒れちゃうんですね。でそれを軸が取れるとですね、えっ何したのっていう感じの、まあ、僕は触らないんで、その軸と作ってあげると、今何したのっていうふうに言われるんだけど、結局体の中の気の巡りのバランスが取れるとですね、こうまっすぐ軸ができてくるんですね。で、非常に、気持ちいい感じになります。そんな感じですかね。あと、そうですね、自分のその軸に合わせて自分の意識のところが、意識がどこにあるかっていうのを、考えてて、どうしてもこう目をつぶって自分っていうのはどこで考えてるんだろうなっていうと、この辺で考えてるんですよね。でそれをいかにどっかへ持ってこうかっていうのを今更やってるんだけど、なかなか難しいなと思って、できる時とできない時があるんですよね。でよく腹で考えるとか言うんだけど、なかなか自分の意識を腹に持ってくっていうね、なかなか難しいなと思って、今まで何をしてたんだろうなっていう感じがするんですけど、まあ、今そんなことを言ってます。まあ難しいです。難しいっていうかね、できる時もあります、できる時もあるんだけど、なかなか常にっていうわけじゃなくて、まあ、それができた時ってすごい気持ちよかった感覚があるので、まあ、そういうのをやったことが朝の目覚めにつながったのかなっていうふうに今思います。まあ、もしそういう話を聞きたいという方は、やあいつテレビにお越しください。まあ、ここでは僕はみんなに時間があればちょこちょこってやりますんで。そんな感じで今日のお話は終わりにさせていただきます。ありがとうございました。あ、これしてなかったっけ？取れたっけ？取れてると思います。タッツさん、おはようございます。なんかタッツさんコメントくれたみたいで、どうも。今日はね、朝ね、すごい、おはようございます。あれ、嵐びっくりしたよね、今日。雷がね、ビシャーってこう来たんで、もう朝早く起きちゃいましたよね。で、まあ家に雷落ちると家中の電子機器がみんな壊れちゃうもんで、特にコンピューターが壊れるととんでもないもんで、朝コンセントを抜きにね、こう回ったんですけれども、よく今日疲れたなっていう日ありますよね。で僕ね、疲れたなと思った日、今日一日はね、頭の中で振り返るんですよ。今日何したっけかな、なんで今日こんな疲れてんだろう。で疲れた日を振り返るとよくあるパターンがですね、よく喋ったな、今日いっぱい喋ったな。まあ教室やってるもんで、
自分の思いを一生懸命こう伝えようとするとやっぱり頭使うんでしょうね。疲れますよね。疲れる。うん。で、じゃあ喋ると疲れるのか、頭使うの疲れるのかっていうとそうでもないみたいで、どうもね、一生懸命何かやるとどうもね、呼吸し忘れるっていうかね、あんまり呼吸しなくなるっていうか、深い呼吸ができなくなるからじゃないかなっていうふうに考えてるんですよ。だから、このままいくと今日疲れるなってこうふと気が付いた時にはできるだけこう全身を伸ばしてですね、深呼吸するようにしてるんですよ。そうすると意外とね疲れないんで、ぜひやってみてほしいんですけれども、よくあの一生懸命仕事してる人、足がつったとかって言ってますよね。あれは何が足りないんだと思いますか？僕は思うにね、あれね、水飲むことを忘れてるんじゃないかなと。忙しいとね、息することと水を飲むことをついつい後回しにしがちなんですよ。これってね、実は疲れる一番原因です。この2つは。マギちゃん、人間にとって一番必要なものって何か分かりますか？息しないと死んじゃうからね。呼吸なんですよ。やっぱり一番呼吸が重要で、疲れやすいなとか疲れてるなっていう時にはできるだけ呼吸をする。で、呼吸する時に普通にこう呼吸してる人もいるんだけど、人間ってね、隅から隅までね、実はね、酸素必要なんだよね。頭の先から足の先まで酸素必要で、そこに滞りなく血液を流して酸素を供給してあげないと体って動かないんだよね。疲れやすくなるんですよ。ほんで、人間ってこう関節があるんですよね。関節のところってどうしてもね、血液が滞りやすい。だからこの先は滞りやすい。だから手が冷たい人いますよね。それとか腰が痛いとか、腰曲がってます。で、足が痛い、足のね関節が滞ってます。だからどうしたらいいか、足首よく回せって言いますよね、体操でね。足首回せ。さっき僕肩回してましたね。肩回すとここら辺、これ首も回せって。だからよくこう可動域が狭くなったって言いますよね。これね、血流がね悪くなるとやっぱりそこのね組織が動きにくくなるね。これから寒くなるもんで、できるだけその可動域を広げてあげないと、こう転んでね骨折することもあるかもしれない、年を取ってくると。だからどっか痛いな、どっか調子悪いなっていう時には呼吸を意識しながら、しかも血流を良くしようっていう考えからお水を飲んでください。血流が悪くなるとどうしても足がつったとかね、なりますんでね。で、それが引き金になって転んで、それが引き金になって骨折し寝たきりになって、で、そういうロゴを暮らすのは嫌ですよね、皆さんね。ね、だから老後は元気よくね過ごしたいんでね、できるだけお水、血流を良くするで、体を温めるね、こういうことをやりましょう。で、呼吸に関してなんですけれども、今週ね、実はね、カラオケのアプリで一回も歌えなかったんですよ。どうも忙しいとね、歌う時間が取れないっていうのはありますよね。で、忙しい時歌うとどうなるかっていうと、案外キーの高い曲を歌うんですよ。ほんで、キーが高い曲をガーって歌うと、次に高い音を出そうとすると出ないんですよ。こう体がこう上の方来ちゃってるよね、こう上ずっちゃってるとか、それを戻そう戻そうとしてもなかなか戻らないもんで、その時どうするかっていうと、体を伸ばして深呼吸すると体がこう下に落ちてくるっていうのが分かるんですよね。そうしてから声を出すとうまく声が出る。だからね、歌を歌うってみると案外その呼吸の仕方っていうのがね、見えてくる部分がねあるんで、ぜひとも歌を歌ってほしいんですよ。歌を歌う。で、しかも高いキーを出してほしいです。これもね、老後のよく年取るとね、肺炎で誤嚥性肺炎っていうんですかね。うん。で、亡くなられる方が多いですけど、癌よりもね、実はね、肺炎で亡くなられる方、実はね、多いです。なんで癌で亡くなる方一番多いかって言うかっていうと、癌で治療しちゃうと治療で亡くなる方も本当はいろんな他の病で亡くなります。だから肺炎とかっていうのが一番多いんですよね。つまり
この力が喉ね、うんうん、飲み込む力、これがね弱ってくるとどうもね、体にやばい細菌が入ってきちゃうんですよね、そこにセンサーがあるんですよね、喉に、喉にセンサーがあるそうです、うん、内村先生今言ってます、うん、センサーです、第2部でそのセンサーの話をしてくれしてくれると思いますけど、まだ時間あると思いますんでね、だからできるだけ高いキーの歌を歌ってほしいんですよね、そうすることによって肺炎にもなりにくいね、いいですか、歌を歌いましょう、なかなかね歌を歌ってる人いないと思います、でこういうふうに喋るのも僕いいと思うんですよ、案外ね、介護関係の仕事ちょっとね、介護の仕事じゃないんですけど介護関係の仕事をちょっと手伝ったことがあって、どうもねあれです、お年寄りが一番やってほしいこと、話し相手になってほしいっていうのがねやっぱり一番だそうですね、介護で面倒見てほしいんじゃなくて話し相手が老後になるとね、話し相手がねやっぱ減ってくるんでね、そうすると認知症になりやすいもんで、だからこういうとこ来て自分の健康法をしゃべるのもいいし、いろんな人とコミュニティに参加してね、いろんな人とお話しするのもいいと思うんで、そういう場をねこれからね、僕もそろそろ老後になってきます、ね、老後老後クラブということでですね、お茶飲み会をねここで企画してますんでね、ぜひとも私の老後をバラ色にしたいなと思われる方はここに来てね、僕で、ね、こういうね書道とか自分でこう文字を書いたりしてます、で自分に納得いける文字がなかなか書けなくてですね、これを書く人をね今募集してますね、行く先でこういうことを書きなさいっていうのをね言ってるんだけど、ちょっとね一言言葉を加えるだけで私も書きますって言うんだよね、やっぱりみんなね欲が深いんですねというわけで今日は、なんだ、息を吸うこととお水を飲むこと、まあ実はねこれ毎回言ってる話なんでね、もう同じこと言うなって怒られますけれども、第2部は、内村先生がねセンサー、喉のセンサーについて話をしてくれると思います、以上です、短い時間でね。あ、バチも置いちゃってもいいや。はい、じゃあ2部の、リクエストもありましたので、今センサーの話出ましたよね。で喉にねセンサーがあるんです。でその中でじゃあそのセンサーどういうふうに使われてるかっていうとですね。例えば唾液を出しますよね、食べて、で唾液が出ない人っていうのはそのセンサーで唾液を感じないから胃が動かないですね、消化が悪くなるんですよ、で唾液が出なくなってきてる人は免疫が弱いというようなこともあります。でいよいよがんになったりとか、まあがんとかね重病になった時に、まあ、これは昔からの民間療法なんですけど、山梨の方にある先生がいて、その病院では実践されてると思うんですけど、尿療法って聞いたことがあると思うんですが、自分の尿を飲むんですよ、でその尿の中になぜ尿を飲むと元気になるかっていうとですね、その尿の中にその人のプログラムがあるんですね、その人が健康になるというか、その人を作っているプログラムがあるらしいんですよ。でそれが喉のセンサーに当たると、リセットされるっていうんですかね。ただその尿はね濃いとか薄い関係なく薄めて、水で薄めても構わないんだけど、飲んでもらうと。人の尿飲んじゃダメなの？人じゃダメですね。人の尿ではマッちゃんの飲みたいとかそういうのはいやそれってちょっとさ違う話になるこっちに違う尿の話は聞いたことないんだけど便はあるんですよ。
うん、便移植って言って、あの痩せてる人と太ってる人がいて、その要はデブ菌っていうのがあるらしいんですよ。痩せ菌とデブ菌っていうのがあって、あそういうなんか発表があって、痩せ菌の人の便を、まあ、要するにこう溶かして、であの腸の中に入れてやる、直接入れてやると、その移植ですよね、要するにね、他人ののを入れるわけですから、でそうするとその細菌、あ細菌というか腸内細菌ですよね、痩せ菌っていうのが移植されると痩せてきますよみたいな、そういうのを何かで言いましたね、女性自身だったかな、それ確立したらすごいもん、それはねありましたよ、そういうのあるけど、まあ日本はねちょっとプレイになっちゃうからね、あの他人の尿をね、飲むっていうのはねちょっとあれですけど、あのセンサーがセンサーで反応してくんないんで、あの自分の中のそのプログラムですよね、でプログラムでリセットすると、初期のプログラムが入ってるからリセットできるっていうことですから、まあ、そういうのを試してる、まあ僕はねやったことないんですけど、まだそんな重病になってないんで、まあ、重病になった時にやってみたいなっていうふうに、まあ一つの手段として、まあやってます。千代さん、まあ、そんなの飲むぐらいだったら死んだのがマシだまあよくね、頭がねちょっと正常じゃなくなっちゃった人が、そういうことをしちゃうっていうのがあるんで、それは本能なのか、知らずにそういうふうにして戻そうっていう本能があるのか、そこはちょっと分かりませんけど、まあ、そういうのが、まあ、健康な状態で、考えるとやっぱちょっとできねえなって感じがするんですけどね。犬とか食べちゃうじゃん。あ、犬はね、犬は食べるんですよね。で犬はその体が弱ってくると食べなくなっちゃうんですよ。で食べなくなって、ね、何するかっていうと、その辺の葉っぱ食ってますよね。食ってます、うん、ガボガボこうキャベツだなんだかんだ食べて、食べてます。キャベジンだからじゃないかなと。いやうちはねコーンフリがあったんですよ。コーンフリがすっごい、こんなねコーンフリって成長するんですよ、葉っぱでっかくて。で犬がねこう柴犬なんだけど、こうね動き回れるようにしてたんで、そうしたらねやっぱ調子悪い時コーンフリなくなっちゃうんですよね。である時本当にこうわさわさしてたコーンフリがね、あっという間にどっか行っちゃうんですよ。食っちゃう、みんな食っちゃうんですよね、犬がね、よっぽど悪いんだなみたいな、うん、そんな感じでありました。じゃあ人間も野菜いっぱい食った方がいいの、調子悪い、調子悪い時いいじゃないですかね。でコーンフリはいいですよ、成長にもなるし。ただちょっと気をつけたいのが、磁気タレスと似てるんで、コウモリはね、間違うと大変なことになりますんで。じゃあキャベツいっぱい食べる、まあ、そんな感じで野菜を取るといいかもしれない。痩せようと思ったらやっぱり野菜を先に食べるっていうのがね、一つの、手ですよね、うん、でなかなか野菜ってね、生でこうバリバリっていう慣れないと食べれないんですけど、ちょっと湯がいてさってね、あんまり熱を落とさないでさっとこう表面だけやってやれば、うん、たくさん食べれるし、非常に美味しい。意外とこうキャベツを丸ごとドンとやって煮るとですね、甘いですよね。キャベツの何にもこう味付けをしない野菜の甘みとか、そういうのってすごいいいなって感じするんですよね。どうしてもこうなんていうんですかね、料理でこう醤油、まあ、味付けね、辛いとか甘いとかっていうのをこうどうもこう何でデコレーションっていうか、こう素材を生かしてっていうふうにやるんでしょうけど、どうもそっちの方に味がいっちゃうような感じがしますよね。で肉も、肉食べてるよりも肉のタレを食べてるような感じがするんですよね。なので、まあ、そういうのを素材を楽しめたらいいかなっていうふうに僕は思います、まあ、そんな感じで、まあ、今は結構野菜物ですよね。でそういうのは、食べるようにしています。なるべく酵素はね体の中に入れた方がいいので、で最近の野菜はね少ないから、酵素がパワーがね、だからなるべくたくさん取れたらいいと思います。にもこんな感じでどうでしょうか。じゃあそろそろ
これ閉めちゃっていいですか。いいっすよ。はい、じゃあ2部終わりまして、そろそろぶらりさんじゃないわ、健康的な食事に行きたいと思いますので、これで終わりにいたします。ありがとうございました。お前も飲めみたいな感じで飲めよ、やっぱ俺飲めない。